はいシグロです今日はですねうんちの浮力について考えたいと思うんですけどねで浮力って何ですかと、まあ、トイレでねあの便がこうぐかどうか沈むかどうかって話なんですけれども、まあ、トイレの話って普通ですねあまり他人とすることないですよねだからもう他の人の,あの状況って分かってないし まあ自分自身のことしか大体知らないと思うんですけども,もうトイレの状況ってねものすごくこう健康のバロメーターが現れてくるところなんですねだから実際に無視してはいけないですしさまざまな、ね、健康情報が隠れている重要な情報なんだよってことを考えてくださいでうんちがね浮くかどうかもしくは下に潜るかどうかっていうのはですね栄養の状態とかも非常に関係してくるんですねだからもう毎日毎日あなた本当に便を見てますかってことなんですで浮いた方がいいのか沈んだ方がいいかってことですがまずその前にですね 毎日見てますかっていった意味を考えてもらいたいんですけど、毎日出てなきゃいけないんですね。その毎日出ていて、毎日観察できるってことが大前提です。もし毎日出ていないんだとすればですね、すぐにですね、お通じが出るように、腸の中の環境を考えなきゃいけないよってことなんです。そしてその便の中からね、どんなメッセージがあるかということを考えていきたいんですけども、まず一つ目はですね、多くの浮く便、多くの浮,く浮いてしまう便ですね、には消化不良の兆候があるよっていうふうに考えられてるんですね。 まあ特にこう浮いた便がですねこう便器にくっついてそれがなかなか剥がれないとかそれからひと言ばですね便の周りにこう油が浮いたりだとするときにはですねまあ食事中の脂肪があんまり消化されずにそのまま便の方に降りてきてしまっているという可能性がありますまあただねたくさん脂肪を取りすぎたときはね当然降りてくる可能性があるので例えば糖質制限を始めた瞬間の頃とかね油っぽいものを結構取るときね、そういった便になりがちになるんですね特に便秘の人っていうのは最初のうちはですね便が油っぽく 出出たととしてもでですねつるっと出るっので便秘よりはいいだろうってこといいこでで出した方がいいわけですよねだからそういったことを考慮してですねまあ最初の頃はいいかもしれないんですけどもずっとずっとそういったね油が浮いた便が出てるっていう時っていうのはやっぱりですねあの油を分解する酵素ですねまあ胆汁という肝臓が作る消化液の中にですね含まれている胆汁酸とかが大事な役割をするんですけれどもそういった胆汁の機能がですね非常に悪い可能性があるよってことを考えてほしいんですね。 ま具体的に言うと肝臓が悪いんじゃないか、膵臓が悪いんじゃないか、それから胆のですね、胆汁を溜めておく胆のというところに胆石が来て、胆のを取っちゃった後とだったりするとね、そういったことが起きうるので、脂肪を含んだ便がね出てトイレで浮いているということは、そういった消化不良のサインだよということをまず1つ覚えておいてください。2つ目はですね、先ほど言ったように、浮くのが良くないよということですね多くの場合はですね、ちょっと沈むのがいいんじゃないかというふうに思われているわけなんですね。ですけれども、必ずしもそうじゃないよという話もまたしたいと思います。 で、浮く便っていうのはですね、その便の中にですね、食物繊維が結構たくさん残っている場合っていうのがあるわけですよね。まあ、そういった状態っていうのは便が浮きやすいもんですから、食物繊維をちゃんとね、健康的に取ってる人のバロメーターとしてね、便が浮くんだよっていう人もいるわけですね。で、実際、食物繊維をたくさん食べる人っていうのは、まあ、大腸の中のね、腸内細菌の数が増えますので、そうすると、細胞のね、死骸と細菌の死骸でですね、便で結構できているもんですから、腸の壁の細胞の ね、死骸とそれから腸内細菌の死骸ですねそういったもので便が構成されることを考えると腸内細菌の数が増える、ね、状態っていうのは便の量が増えるわけです。 で相対的に食物繊維もね、便のが増えると浮きやすいんですよね。それから、まあ、細菌が発生させるガスなんていう、ね、そういう影響も受けて、便がこう浮きやすい、密度が軽い状態になって、まあ、通じが浮いてくるということがあるわけです。ですので、浮いた便がですね、そういった食事の影響を受けて、浮いてくるということもあるわけなので、必ずしも浮くのが悪いわけではないんですね。 で食物繊維を、ね、あんまり普段食べない人が、まあ、食べるとね、当然便の正常が変わるので浮いてくるわけですよね。まあ、そういったことはですね、かえって健康状態が良くなったサインの可能性があるので、浮くことは可能性も悪いわけじゃないと。まあ、ただね、注意点としては、そういった食物繊維、繊維をあまり食べない人が急に食べ始めるとですね、まあ、腸内の細菌の数が蘇生が変わって、ガスが発生したりだとかね、することによって、まあ、消化不良の感じというか、お腹の不快感が増えることがあるので、まあ普段食べてない人は、ちょっとずつ,とずつ増,えて増やしていくことが大事だよということも覚えておいてください。 から3つ目はです、ね、結構大事な話なんですけれども、食事性のアレルギーとかが隠れてないかということですねで。腸が炎症を起こして、アレルギーを起こして、腸が炎症を起こしてです、ね、食物を適切にまあ消化することができなくなってしまう状態になってしまうとです、ね、便はです、ねまあ、ますますこう浮いて、そして色がです、ね、下手すと灰色とかです、ね、それからまあ薄茶色になってです、ね、それから臭いがものすごくきつくなってくるということなんですね。特にこう浮き上ががった便がです、ね、柔らかくててそして 下痢のような便です、ね、が連日頻回に起こるような場合というのはです、ね、そういった食事性のアレルギー を含むですね、腸の中の炎症を考えなきゃいけないんですね。まあ、場合によっては、その潰瘍性大腸炎とかね、それからクローン病と言われるような腸の病気が隠れていることもあるわけですよね。ですので、そういうのが続くときっていうのはです、ね、大腸の検査を考えたりだとか、あとですね、その可能性のある食事、特にまあ小麦とかグルテンを含む食品をですね、控えてみるということも重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。逆にそれれれで改善することがね、見つけられれば、 その便のチェックすることによってね、そういったそのグルテンアレルギーとかね、そういったことが隠れている可能性があるので、そういったものをチェックするということを考える必要があるよということです。から4つ目は、ですねこれが一番多いんですけども、便がいつも沈むっていう人がいるんですね。で便がいつも沈むってどういうことですかってです、ね、まあ、便の,その密度がこう濃くなってしまっている状態なんですけども、その密度が、ね、高い状態で便が沈むとどういう場合か、多くの人はですね慢性の便秘なんですね。 で、毎日毎日便が出ても、便が毎日沈む人っていうのはですね、まあ、食事内容がよっぽど良くないか、もしくは、便が出てるんだけども、便秘かもしれないんです。えっていう感じですよね。あの、便秘って、便が出てれば便秘って言わないんじゃないのって思うかもしれませんが、便が出ても便秘があるんですよ。便がね、出てでも、その食べたものがですね、ちゃんと1日2日で出てくればですいいんですけれども、 食べたものがね、一週間以上経ってから出てくるってことがあるんですね。だから腸の中に便がずっと詰まっていて、で、入ってくると尻尾の方から出てくると。その、まあ、ところてんのように出てくるっていうことが起こるんですね。基本的に毎日出ても便秘ってことはあるんだよってことを知っておいてほしいですね。腸の中にいっぱい溜め込むと。ですので、便が毎回毎回沈むということはですね、そういった慢性の便秘の状態じゃないかってことを考えてほしいですね。 便秘っていうのは、その人がですね、老廃物をこう十分に押し出す能力がなくなってしまった状態なのですから、すぐに解消しなきゃいけない状態なんですね。で、便秘の原因例えばそのさっき言った食事がもすごく悪い人とかね、ストレスとか不安が強い人とか、運動不足の人とか、だから水分あんま取らない人とかね、いろんな原因があると思うんですけども、まあ、そういった原因をですね、必ず解決して、便が毎日毎日ちゃんとですね、 出るようにそして、いつもいつも沈む便じゃないようにです、ね、なるようにそういった生活を変えていく必要があるよということですよね。まあ、場合によっては、サプリメントをです、ね、マグネシウムサプリメントを取ったりだとかアロエベアとか、ね、カイエンペッパーのような、ねまあ、腸の環境を整えるようなそういったハーブを使ってえ腸の環境を整えて便秘を改善するということが必要になってくるかもしれません。でそれで、今までの、ね、そ,うそういった状況の話からすると、まあ、うんちが浮くのか沈むのかというのはです、ね、一概にいいこと、悪いこととは言えないわけなんですね。 実際にうんちに関してはですねその浮くか沈むかということはあまり強調されてなくて大事なのは回数とかそれから形ですねちゃんとしたこう下痢状の便でなくてですね形があるものが出てくるかとかそれから色ですねまあ茶色ちゃんとした茶色かもしくは変な色ですね灰色とか緑色とか赤色じゃないかとかそれから粘液が混じってないかどうかとかねまあ通じを見てですね体の中のこう健康のバロメーターっていうのがものすごくあるんですよね。 うん、では例えば1日にね少なくとも1回はちゃんとお辻が出てるか逆にですね、まあ、4回5回出るのは多すぎるんですねあの食事の回数分までなので3回以下ですねはいそれからえ形はこのバナナに近い形でね硬すぎず柔らかすぎずっていう弁が出てるかどうかから色はちゃんとしたね機器としては茶色で まあ食事の残りが見えたりだとかね脂肪が浮いたりだとか血が混じったり燃が混じったりしてないかどうかですねから匂いは適度であっていつもいつも強烈な悪臭が出ていないかどうか、まあ、食事によってはね匂いが硫化水素が発生して臭いがきつくなることはたまにあるんですけどもいつもいつもね臭いがきついっていうのは明らかに異常ですよねですので毎日ですね便の状態を観察してそういったことを見つつ まあ理想的にはそのたまに浮いてたまに沈んでってこういう感じでいつも浮いているいつも沈んでいるっていうのはダメだよってことだけ覚えておいてもらえると自分のその便のねチェック自分の健康状態のバロメーターをねチェックする大事なツールになるんだよってことですよねですでまあ毎日毎日自分のね便をチェックしてで自分の体調を管理するってことをね心がけてください今日の話で役に立ったよという方は高評価ボタンをお願いしますチャンネル登録もよろしくお願いします